はい、いつもありがとうございます。タカです。とね、今回ね、タイトルにもあるように、おかげさまで、チャンネル登録者がね、1万人を突破いたしました。いやー、本当にありがとうございます。まあ、突破したのはね、数日前なんですけれども、まあ、改めてね、ちょっと動画の方で、ちょっと報告とね、お礼を言いたいなと思っています。で、2020年9月からね、こう動画投稿を始めて、こんなにね、早くね、ここまで来れるとは正直ね、思いませんでした。で、まあ、タイトルにあるように、まあ、1万人を突破したということで、まあ、一応節目というか、自分としてもまあ目標にしてたところでもあるんですけども、まあ、今後の活動だったりとか、まあ、YouTube を始めて、ここまで来れた思いだったりとか、その気づいたことだったりとか、そういう部分をちょっとお話しできたらいいなと思います。なんでね、ちょっとあの、釣りがどうこうとか、そういう話ではないので、最後までね、ぜひあの、お付き合いいただけるのちょっと申し訳ないんですけれども、ぜひよろしくお願いします。で、まず僕がなぜ YouTube を始めたのかってところですよね。まあ、そこっていうのはやっぱり自分の好きなことでね、こう誰かの役に少しでも立てたらいいなっていう思いがありました。で、バス釣りもね、こうすごい大好きだし、ある程度ね、経験も多少はあるから、その一匹でもね、多くの魚に触れるための情報だったりとか、まあ、ハウツーだったりとかね、そういうのをこう伝えることができるかなと思っていました、最初の方。で、いざね、やっぱ YouTube で動画を投稿するってなった時に、やっぱりね、めちゃめちゃ上手い人も、もちろんプロの方とかもたくさんおられますし、その中でこう、いろんなね、その別にプロじゃない方でも、めちゃめちゃ上手な方がたくさんおられて、で、その中でね、やっぱ自分なんかの動画がね、役に立つのかってすごい悩んだ時期がありました。で、その時やっぱ続けていけるのか正直不安だったし、このままなんかこんなね、もう別に肩書きも何もない、ただの YouTube、バス釣りが好きな YouTuber として、こう投稿していく中で、やっぱりその、逆にね、こう悪影響を与えるんじゃないかってすごいね、不安な時期があって、ちょっとやめようかなと思って、まあ、正直ありました。でもね、やっぱだからこそこう自分で勉強したりとか、まあ、検証してみたりとかね、喋りがね、うまくないから、どうやってこううまく伝えられるか、研究に研究を重ねてね、いろいろこう試行錯誤していきました。なんでね、最初の動画とかね、初期、もうほんと初期の動画見ていただけるとわかると思うんですけど、だいぶね、ちょっと雰囲気変わったかなと思うんですけど、まあその毎動画投稿するたびに、ここがどうだったのかとか、ここがしっかり伝わったのかなとか、もちろんコメントいただいたりとか、もちろんその自分の知り合いとかね、いろんな人も聞いてみて、これどうだったとか、これどう思うとか、いろいろ聞きながら、こうどんどんね、少しずつね、ちょっとアップデートするように心がけていました。使える時間はね、もうすべて使って、もう自分なりの確かな解釈を持って動画を投稿していきました。そこはね、全然嘘偽りはないというか、自分の経験ももちろん踏まえてだし、もちろんその動画出す前にいろんな情報を集めたりとか、砕いたりとかね、そういうのをまとめていったのはもう別に間違いじゃないし、動画を投稿ね、もう本当全力でね、すべて時間をね、使い尽くしてきたというのも言っても全然僕は間違いじゃないと思います。で、そんな時にね、やっぱこう動画をね、上げてくると、やっぱ温かいコメントたくさんいただいたりとか、まあ、こうした方がいいとか、自分はこうしますとか、いや、それはちょっとおかしいですよとかね。すごいこう、やっぱ皆さんいろんなコメントいただいて、本当に僕もね、やっぱなかった部分をこう優しく教えてくれる人がたくさんおられて、すごいね、助かりました。で、そのおかげでもう確実に言えることなんですけども、やっぱ自分自身もね、やっぱこの程度からちょっと思われるかもしれないですけど、バス釣りをね、前よりやっぱ格段にレベルアップしてるし、何よりもやっぱ楽しめる要素がね、たくさん YouTube を始めたことで増えました。で、とある視聴者からね、その僕にとって非常に嬉しいというか、自分が動画を投稿している意味をね、実感できたメッセージをいただいたことがあります。最近なんですけれども、ちょっとそれを紹介していきたいなと思うんですけれども、なんかバスにね、こう友達というか知り合いに誘われて行きましたという方だったんですけれども、その時に、その僕の動画をね、細かく見ていただいて、すごいその、いろいろこう僕が出す情報だったりとか、まあ知識だったりとか、そう、ハウツーだったりとかを見ていただいて、それまではね、釣れた楽しいとか、釣れなかった面白くないとかいうスタッフだったのを、バス釣りの楽しさとか考え方を教えてくれたのはタカさんでしたというコメントをいただきました。もうね、これめちゃくちゃ嬉しかった。本当にもう嬉しいメッセージをいただきました。で、このメッセージただ嬉しかっただけじゃなくて、すごい気づいたことがあって、このメッセージって僕が伝えたかったというか、自分がバス釣りをする上での一番の楽しみが伝わっていると感じました。なので、結局自分がバス釣りに対して何が伝えたかったのか、もちろんハウツー知識とかありますよ。ただそれじゃなくて、一番伝えたかった根源というのはやっぱバス釣りの楽しさだったんですよね。なのでそこにこう知識とかハウツーが含まれてるっていう考え方を含めてね、このメッセージをいただいたことで僕はすごい実感できました。なんでこれ僕一人では絶対気づけなかったことですし、何より動画投稿を続けていくためのモチベーションだったり、自分がね、やっぱ投稿したことによってこうやって思っていただける方が一人でもいるんであれば、僕は続ける必要があるなと思うし、もっともっとね、楽しみを伝えていけるんじゃないかなって、ちょっと自信につながりました。で、やっぱりその一番というところなんですけど、釣れる釣れないっていろいろあるじゃないですか。釣りに行って釣れないこともいっぱいあるし、で、僕も釣れないこといっぱいあるし、でもやっぱり釣れない時の楽しみ方っていうところが、
結構その辺をね共感してくれる方が多くて、要するに釣ったらいい魚釣れました、よしラッキーっていう、それも全然楽しい釣り方だと思うんですよ。でもやっぱ釣れない時って、じゃあ次に釣り上げるためにどう考えていけばいいのかとか、でそういう根底にハウツーとか知識とか、まあ、経験値だったりね、いろんな意見があると思うんですよ。なのでそういうのを踏まえた上でいくと、次じゃあどういうことをやってみようとか、そんなちょっとねしんどい時もあると思うんですけど、それを乗り越えた時のこう価値ある一匹っていうのは本当にすごい大きいものだと思うし、で実質ね、やっぱこう初心者でこう初めてやられる方とかも結構見ていただいてると思うんですけど、その過程でやっぱつまずきそうになることって絶対あると思うんですよ、釣れないって。だけどそこをねこうしっかり積み上げていくことで確実に魚には近づくことができるし、まあ、もちろん僕の動画だけじゃなくて他の人の動画見ていただいて、いろんな要素で、あこれは今ここだ、こういうルアー使った方がいいんじゃないのかなとか、こういう状況なんじゃないかなってこう状況判断とかね、ルアーセレクトができるようになると思うんですよ。でそこから導き出せるものというか、魚に追いつくための情報っていうのを仕入れることで、やっぱり釣れなくても楽しい、釣ってももちろん楽しいし、釣れた時の喜び、過程だったりとか、もう本当にねこれ難しいところなんですけど、その要するに魚釣りました、いい魚釣りました、じゃあ状況的にどうだったのかとか判断するときに、もともと過程を立ててるとか仮説を立ててないと、その釣れた魚に対して その理論的にねやっぱりこう納得できないと思うんですよ。もちろん例えば50アップが釣れましたとなった時に、じゃあこの50アップは何で釣れたのか、どういう状況だったのかっていうのをねしっかり組み砕いていくと、その1匹の魚の価値っていうのが大きく変わるんですよね。なのでやっぱそういう部分もバス釣りのでも非常に楽しい部分だと思うし、で僕が伝えたかったのは多分そういうところもあって、でそういうのを汲み取ってくれる方もおられるので、やっぱり僕としては今のままこのハウツーとか知識とかもどんどん伝えていくし、僕もどんどんアップデートしていって、そこをねもちろん始めたての方とかだったりとか、僕と同じぐらいだったりとか、もちろんね潜る上手い方だったりとかで、こうなんかちょっと気づきのね一個でも気づきがあるような動画をね毎日投稿していけたらいいなと思っています。まあそんな感じでやっぱ僕一人じゃもう全てできなかったことなんですよね。なんで本当にねここでねやっぱ感謝を伝えたいなと思います。本当にありがとうございます。もちろんね、コメントとかメッセージをね、持ちていただけない方とかも多いと思います。コメントするのってすごい労力もいるし、時間もかかるじゃないですか。なんで、その中でもやっていただいてる方とかやっていただいた方でも、やっぱ同じように思ってくれる人はいると僕は信じています。まあ、やっぱりね、このトータルして、このメッセージをいただいた方だったりとか、そういうコメントをいただいた方とかですね、を踏まえていうことで、やっぱつくづくね、自分一方的に発信するとか、伝えるだけじゃなくて、バッスルジャパンチャンネルを見ていただいてる視聴者の方とやっぱ一緒にこう、このチャンネルをね、作り上げていきたいし、バッスルの楽しさをね、もっともっとこう伝えていきたいし、伝えてもらいたいしっていうこう強くね思うようになりました。なのでね、今後のねこう本題というか、さっきテーマにあったタイトルにあったところなんですけど、今後の活動内容としてもっとねやっぱみんなで共有できる時間というか環境空間を作りたいなってことにね、ライブ配信をね定期的にやろうと思います。まあ、もちろんね他の YouTuber さんとかも結構気軽にねライブ配信されてる方も多いし、僕としてもねやっぱすごいその接点を持つ場所っていうのが欲しかったっていうのがあるんですよね。でもなかなかねやっぱちょっと僕も家庭持ってて子供がいたりとかするとね、夜とか遅くないと厳しかったりするんで、まあその辺ちょっとねいろいろ考えながらやっていこうと思うんですけど、できるだけねちょっとそういう接点を作る場をもう少し作っていこうかなと思います。で僕自身もやっぱそこで勉強したいし、他の方もねそれ見ていただけるだけで少しでもためになるようなねライブ配信ができたらいいなと思っています。まあ、もちろんそんなきちきちっとしたものじゃなくて、その雑談もしたいし、なんかそういう楽しい時間で一緒に作りたいなと思っています。でまずねせっかくなんで1万人突破記念ライブっていうのをやろうと思います。でその日付なんですけれども、7月3日の土曜日の夜9時からちょっとやろうと思います。はい、7月3日のね土曜日夜9時からねライブ配信をやろうと思います。もちろんね多分アーカイブとかも残すとは思います。おそらくよっぽどなんかなければというか、なのでもし参加できない方とかはそちら見ていただいてもいいと思いますし、とりあえず一発目ね7月3日土曜日夜9時にやろうと思います。実は過去にね何人だったっけ、2000人ってたかな、ちょっと忘れたぐらい結構前にライブ配信一回やってるんですけど、それから当分ちょっとなかなか忙しかったりとか時間取れなくてできなかったんですけど、今回ねせっかくなんでちょっと1万人突破したんで記念ライブやろうかなと思います。ぜひぜひ参加していただけると嬉しいです。でおそらくねまあその後ですね週1、基本的にやっぱ週1最低でもやろうかなと個人的には思っています。おそらくね週末にやろうとも思っています。でその分ね今まで毎日投稿ね週月火水木金土日と週7でやってたところをちょっと1日動画をね飛ばさせてもらって、そのライブ配信に変えるという形にするかもしれません。でもおそらくそうなるかなと思うんですけれども、まあ、告知の方をね結構 YouTube コミュニティってやつですね、登録していただいてるとそのちょっと雑談だったりとか何かしらこうこちらからねアクションする文面だけをするコミュニティっていうのがあるんですけども、こちらねでちょっとまあ時間のね変更だったりとか
この時やりますよっていうのは告知をすると思うので、あとはねツイッターもね一応僕やってるので、ツイッターの方でフォローしていただけると、そちらにねその2つで一応告知していこうかなと思うので、ぜひぜひあのフォローとねチャンネル登録していただけると、そこに参加していただけるねタイミングもつかめるかなと思います。まあその他にもね変わらずこうタイムリーな情報とか、少しでも誰かの役に立てる状況っていうのは変わらずね、できるだけもうもっともっとクオリティを上げて伝えていけるようにしていこうと思います。まあ、役に立てる状況とかバスでの楽しさだったりとかね、やっぱりそのもっと基本的なことだったりとか、そういうのもどん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 動画投稿していこうと思います。ぜひぜひ今後ともバスジャパンチャンネルをよろしくお願いします。まあ、このお時世じゃなかったらね遠征とかしてみたいんですよ。琵琶湖行きたいし、九州方面とかもちょっと気になるし、霞ヶ浦とかね、そういう香川は結構近いね、1時間ぐらいで行けるんで全然ありなんですけど、まあそんな感じでね、もう少しこのご時世がなければ遠征してみたいなと思うし、もしかしたらそこで僕の視聴者さんとかね出会えたら一緒に釣りできたらいいなと思うし、なんかそういう企画も今後ね、やっぱさっきちょっと長いですけどやっていけたらいいなと思うんで、みんなでね楽しめるようなチャンネルにしていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。まあ、もっとね、こう溢れる気持ちはめっちゃあるんですよ今。めっちゃね伝えたいことめちゃめちゃあるんですけど、でもやっぱりねもうやっぱ伝えきれないですわ。一応ね、僕、ここ今、チラチラ見てるのはメモとかね、一応これを伝えたいってこと書いてるんですけど、結局ね、もう伝えきれない。あとから言っとけばよかったなーっていうことがあるので、そういうのはね、やっぱライブ配信とか生でね、聞いていただけるとね、いいかなと思います。まあ、本当にチャンネル初期から見ていただいてる方とか、最近見ていただいた方とかね、すべての人に感謝の気持ちを伝えたいです。どうかこれからもよろしくお願いします。バスジャパンチャンネルのタカでした。はい、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。